トロンボーンは金管楽器の一種である。語源はトランペットを意味するイタリア語トロンバに大きいを意味する設備語を付けたものであり、大きなトランペットという意味である。通常、トロンボーンと呼称する場合はテナートロンボーンのことを指す。アルトトロンボーンはテナートロンボーン奏者が持ち替えて演奏する。バストロンボーンは同族楽器ではあるものの、明確に違う楽器として取り扱われる。 チューニング管バランサーベルシチューマウスピース。スライド標準的には変路調の調整を持ち、スライドと呼ばれる伸縮管を操作して音階を得る。スライドの他に1個内緒は2個のバルブと迂回管を持つものもあり、今日ではこちらの方が主流である。追加のバルブと迂回管を持つことにより、管長が足りず構造上を出すことのできない低音域を拡張することができる。 また、替えポジションによる効率的なスライドワークや、トリル双法、ハーフバルブ双法などにも利用される。バルブを持たないものは、前後の重量の均衡を取るための、バランサーと呼ばれる重りを、後方の U 時間付近の支柱に取り付ける場合がある。スライドは内管と外管を重ね合わせた構造なので、内外のスライドが重なっている長さが、近いポジションでは長く、 遠いポジションでは短くなる。このため1900年代初頭までの楽器には近いポジションの時には摩擦抵抗が大きいため微調整が難しく遠いポジションでは抵抗が小さいため微調整時にずれやすいという問題があった。また重なりが短くなる遠いポジションの時ほど息漏れが激しくなるという問題もあった。これらは後に内艦の先端を微妙に太くした。 ストッキングという部分で外観内面と接するよう改良したことによって、いずれも解決され、楽器としての性能が向上した。収納の際は、ベル側の U 時間と、スライド側の U 時間とに分割できる。稀に、ホルンに見られるようにベルにネジ山を切って、分割できるようにしたデタッチャブルベルの楽器もある。構造上、任意の周波数の音を出すことが可能であり、 ピアノ等では出すことのできない音も出すことができる。トロンボーンの持ち方ミュート左手で楽器の重量を支える。中指、薬指、小指で楽器を握る。親指は支柱かバルブのレバーにかける。人差し指はスライド内管の支柱上部またはマウスピースレシーバーに添える。1個のバルブがある場合、そのレバーは左手親指で操作する。2個のバルブがある場合は、 二個のレバーの一方を親指で操作し、他方を中指で操作するものが一般的であるが、二十世紀の楽器には両方ともに親指で操作するものもある。自由な右手でスライドを軽く持って操作する。楽器に装着したマウスピースが口に当たる位置に構えて、舌を引く動きをきっかけに息を吐きながら唇を振動させる。スライドには最も手前の第一ポジションから、 最も遠くまで右手を伸ばしたところにある第7ポジションまでがある。ポジションが一つ遠ざかると半音下がる。この仕組みと各ポジションで得られる倍音の組み合わせで音階を作ることができる。そのためバルブと迂回感を持たない楽器では第1倍音と第2倍音の SH までの音階が得られない。迂回感を一本持つ楽器では 第8から11ポジション相当の艦長が得られる。第12ポジション相当の艦長を得るためには、迂回感のチューニングスライドを限界まで伸ばすか、2本目の迂回感を利用する。ギターのフレットに当たるような特別な目印はないため、奏者は自分の感覚でポジションを定めて、音程を得る。そのため初心者にとっては、正しい音程での演奏は難しいが、熟練すれば、 スライドの微調整によって正確なハーモニーを得ることができる。またスライドはグリッサンド奏法の演奏を容易にしている。スラーを演奏する際は音の区分がはっきりしないスライドの性質を考慮してソフトタンギングをするかリップスラーやバルブを利用して替えポジションを使用して行う。広く使われる特殊奏法としては隣り合ったバイオン同士を高速に移動する。 リップトリル、巻き舌で演奏する、フラッタータンギング、演奏しながら、声帯を振動させる重音などが挙げられる。他の金管楽器と同様に、音色を変える目的で、主樹の弱音器が使われる。非常に古い歴史を持つ楽器であり、起源はトランペットと共通である。地域によっては、古くはサックバットと呼ばれた。15世紀頃にスライドトランペットの一種から、 発生したと考えられており、基本的な構造は昔の姿をそのまま止めている。ただし細部のデザインは異なり、奏法も現代のトロンボーン奏法とはかなり異なる。トロンボーンの音域は成人男性の生域に近い。またスライドによって音程をスムーズに調整できることから得られるハーモニーの美しさなどから神の楽器と言われ、教会音楽に徴用された。 古くからミサにおける聖歌の合唱等の伴奏楽器に使われ、オラトリオやレクイエム等にも多用されているが、世俗的な音楽においては、使用を自重する風潮があった。公共曲で最初にトロンボーンを使ったのは、ベートーベンで公共曲第5番の第4楽章で用いた。これは当時、世俗的と考えられていた公共曲に、教会で使われていた。 神聖な楽器を使ったという点で画期的なことであった。大編成のオーケストラに定石を得たのはロマン派の時代である。19世紀、おそらく1820年代にはバルブの追加が行われた。これ以降各地のオーケストラではスライドを配してトランペットのように3本のピストンによる操作をするバルブトロンボーンが盛んに使われたが19世紀中央から第一次。 世界大戦前後にかけて徐々にスライド式の楽器が復権していった。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団では1880年頃までバルブ式だったと言われている。バルブの改良はさらに進み、円錐形のセイアーバルブ、円柱を横倒しにした形のハグマンロータリー、ヤマハの細長い V バルブをはじめ、トラディショナルロータリーを各社が改良したものなど、様々な機構が開発されている。 楽器の調整は音域による分類に、講述される通り B や E、F など様々だが、楽譜はピアノなどと同じく実音で書かれる。低音部不評が一般的だが、高音のパートでは、テナー不評、アルト不評も使われる。オーケストラでは、曲中で不評が変わることは少なく、1番があると、またはテナー不評、2番がテナー不評。 3番が低音部符表というのが一般的である。吹奏楽においては基本的に低音部符表に記され、高音部分に稀にテナー符表が用いられる。英国式ブラスバンドではバストロンボーンのパート以外は胃腸楽器として扱われ、実音に対し超級度高いと音部表で寄付される。ヨーロッパの吹奏楽譜においても胃腸楽器として扱われ、 実音に対し超級度高いー音符表、あるいは超2度高い平音符表で寄付されていることも少なくない。トロンボーンはその音域、機能などによって、一家のように分けることができる。また、テナウトロンボーンは管の内径によって、太子感、中細感、細感と細かく呼び分けることもある。ドイツ式トロンボーンでは、バイタという単位で区分する。スライドのマウスパイプ側と、 ジョイント側で異なるボアサイズを組み合わせたものはデュアルボアと通称される。バルブトロンボーンスライドではなく3個以上のバルブを備えたものである。ピストン式が多いがロータリー式のものも存在する。スライド式の楽器と同様に色々な音域のものがある。19世紀前半の金管楽器のバルブ機構の発明に合わせて誕生したため、 19世紀から20世紀初頭にかけてはイタリアやフランス中央地域を中心に広く用いられたロッシーニの楽曲等にその名残を乱すことができるその後スライド式が楽器や演奏技術の向上によって復権を果たすと廃れていったが一方ではジャズなどポピュラー音楽の世界で使われるようになりクラシックの分野でも20世紀終盤以降は フリオド奏法の一環として、また、現代曲で、再び使用が試みられるようになった。ドイツ感とも呼ばれる、やや大きめのベルを持つ楽器で、均一化が進んだ、他の地域のトロンボーンとは一線を画している。やや細木のボアと響きを抑えるためのクランツと呼ばれる、金属片が、円についた比較的大きなベルを持ち、弱音時の円錐管に近い柔らかい響きと、強音時の 鋭く割れた響きが特徴的である。現代ではほとんど使われないが、稀にクラシック音楽で、ドイツ系の楽曲を演奏する際に使われることがある。海館チンバッソ日本人奏者については、ミュージックトレード社間、管楽器価格一覧表の最新版をもとに、記載日本、アメリカドイツフランスイギリスオーストリアチェコスイススペイン、台湾中国。ありがとうございます。